こんにちは、マサです。今日は新型コロナ相場で成績の悪かった投資商品ベスト10を発表します。2020年の1月の1日から5月9日の23時までの時点で最も成績の悪かった投資商品ベスト10です。新型コロナ相場では株とか原油とかいろんな商品が暴落したんですけど、その中でも一番成績の悪かったのはやはりエネルギー関係です。1位は WTI 原油です。マイナス 59.66% です。 WTI 原油とはアメリカのテキサス州とかニューメキシコ州とかこのあたりで取れる原油のことです。中東から日本に入ってくる原油も WTI 原油の価格に大きく影響を受けます。2位は灯油です。灯油はもちろん原油からできていますから原油価格に大きく影響を受けます。そして3位はブレンド原油です。ブレンド原油はイギリスとかノルウェーで取れる原油のことです。そして4位は RBOB ガソリンです。ガソリンももちろん原油からできていますから原油の価格に影響を受けます。世界中の都市が封鎖されているわけですから飛行機も飛んでいないからエネルギーも使わないし、さらに家から出るなって言っているわけですから車もほとんど使わないし、こういう理由でエネルギーが余ってしまってるんです。ですから価格が暴落してるんです。次は5位の牛なんですけど、マイナス 24.3% です。世界中の都市が封鎖されて、飲食店ももちろん閉まっていますから、牛肉の需要が減っているんです。日本でも当然、ミシュラン系のお店なんかが閉まっていますから、ブランド牛が余ってしまってるんです。魚も同じ状況なんです。漁師系のユーチューバーさんが言っていたんですけど、魚の価格が半分になってしまうこともあったそうです。肉は冷凍すればなんとかなりますけど、魚はなかなか冷凍しませんからね。そして次は6位の大豆の油なんですけど、マイナス 23.73% です。これは新型コロナの影響というよりも、アメリカと中国の貿易関係の影響が大きいです。2019年の12月の中旬にアメリカと中国の間で貿易関係の合意がなされたんです。その影響で大豆の価格が上がっていたんですけど、2020年の1月に入ってから利益確定の売りが入ってかなり下がったんです。そのせいで大豆から作られている大豆の油の価格も落ちてしまったんです。あと大豆油はバイオ燃料としても使われますから、原油の価格と同じ動きをするんです。さっき見たように原油の価格は暴落していますから、それと一緒に下がっているっていうことです。次は7位の砂糖なんですけど、マイナス 23.1% 下がりました。砂糖の価格が下がった理由の一つは、新型コロナによって砂糖の需要が減るんではないかっていう思惑です。もう一個は、砂糖キビからは、砂糖だけではなくて、バイオエタノールという燃料も作れるんですけど、その結果、今の原油価格の暴落によって、原油と共愛しちゃうんです。その結果、製糖業者は、バイオエタノールの製造ではなくて、砂糖を作ろうっていう方向に進んでしまう可能性があるんです。そうすると砂糖の供給が増えますから、その結果砂糖の価格が下がってしまうと、こういう恐れがあるんです。もう一個を加えると、砂糖の生産国であるブラジルの通貨が安くなったことで砂糖の輸出が増えるんではないかっていう思惑もあります。8位はユーロストックス50です。マイナス 22.31% です。ユーロストックス50というのは、フランス、ドイツ、
イタリアなんかにある会社の中で各業種を代表する50の優良の会社のことです。アディダス、BMW、ダイムラー・ベンツ、アクサ、バイエルなんかの会社が入ってます。今、新型コロナによって、イタリア、フランス、ドイツなんかは、ひどい状況になっているわけですけど、その結果、このように、優良の会社ですら暴落しちゃうんです。次は9位のラッセル2000です。マイナス20.34%です。ラッセル2000は、アメリカの小型株です。要するに、時価総額が小さい企業の集まりのことです。ラッセル2000のような小型株は変動が大きくなっちゃうんです。逆にナスダック100みたいな大きな企業が集まっている指数の場合には、大きく下がっても戻るのも早いんです。ナスダック100の場合にはもう暴落前の水準に戻ってるんです。ナスダック100にはグーグル、フェイスブック、マイクロソフト、このような大きな企業が100個集まってるんです。そして10位はプラチナです。マイナス19.11%です。プラチナは自動車生産なんかで使われるんですけど、自動車生産は一時止まってましたよね。ですから需要が減ってしまってるんです。あとプラチナは南アフリカで生産されるんですけど、南アフリカの状況によってもプラチナの価格は変わってきます。要するに南アフリカの通貨が高いか安いか、そういう話です。以上、ワースト10を見ていきましたけど、原油の下落によってかなり破産した人も多いだろうなって思います。皆さんもよくよく注意して投資をやってください。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。